小腸に沈着したアミロイドの顕微鏡写真。ヘマトキシリンエオシン染色されているアミロイドは、ある特定の構造を持つ水に溶けない、繊維状のタンパク質である。器官にアミロイドが異常に蓄積すると、アミロイド症などの神経変性疾患の原因になると言われている。アミロイドの名称は、もともとは、この物質が、要素澱粉反応と似た反応をすることから、 澱粉と関係があるとの誤解により付けられたものである。それからしばらく科学者たちはこれが脂質なのか炭水化物なのかの議論をしていたが実はそのどちらでもなくある種のタンパク質であった。混合レッドで染色された象徴に沈着したアミロイドの顕微鏡写真学問分野によって定義が異なるのでこの語を使う場合にはその意味をよく確認する必要がある。 この記事では以後は生物物理学上の定義によるアミロイドについて述べる。アミロイドを構成するタンパク質の4次構造はクロスベータシート構造になっている。さらにクロスベータシートが他のタンパク質モノマーなどとともに繊維軸方向と平行なベータストランド構造をとっている。多くのアミロイドは蛍光線量を染色することが可能なので、 それの変更性や円変更に色性を見たり、赤外分光法で測ったり、X 線解説でクロス β 繊維を観察するという、いわゆるゴールドストランドテストをすることで同定が可能である。なお、β シートそのものが長く繊維上に伸びているわけではなく、かなり短い間隔で折りたたみが起こっている。アミロイドフィブリルはいくつかの折りたたみ構造が組み合わさってできている。 アミロイドと病気の関係はそれほど明確なものではない。アミロイド体積が組織構造を破壊することがあり、ある種の統合的な過程によって機能が破壊されることが示唆されている。成長したアミロイド繊維のものより、形成途中のアミロイドの方が細胞死の原因となるということが共通認識となりつつある。アミロイドの体積が ミトコンドリアの機能障害及び反応性酸素、生成物の一因となり、それがアポトーシスを引き起こすシグナルとなり得るとする研究もある。治療現場では、アミロイド症の判断は平面方向属化合物、例えばチオフラビンティーやコンゴウレットで染色し、傾向を測定するという方法が取られる。コンゴウレットを使った染色は、 現在でもアミロイドーシスの同定の基本方法である。これらの染料がアミロイドのベータ差に入り込み、複屈折を起こすので、偏光顕微鏡で観察することが可能になる。混合レッドを使った場合には青うリンゴ色になることが多い。アミロイド以外の部分、例えば細胞の核が染色されるのを防ぐため、ヘマトキシリンとエオシンを使った染色が行われることもある。 より新しい技術と免疫組織科学の成果により、より明瞭に染色することが可能になっている。ありがとうございます。